You're listening to Shibuya CrossFM.はい、皆様こんばんは。こんばんは。はい、輝く女性を応援。東京おしゃべりクラブレディオ代表パーソナリティ、ライブ812オフィシャルライバーゆきの精霊です。はい、ゆきこんばんは。今日もよろしくお願いします。ありがとう。今日もよろしく。はい、東京おしゃべりクラブレディオパーソナリティ。そして、星読みライフナビゲーターエリザです。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、ここでね、東京おしゃべりクラブの、はい、紹介をね、させていただきたいと思います。はい、東京おしゃべりクラブ何ですか？はい、はい、これはですね、毎日23時から24時、はい、クラブハウスにて輝く女性を応援するために素敵なゲストをお呼びし、お話をさせていただいております。はい、毎日開催されてるんですよね。クラブハウスってなんだろうって多分知らない方も多分いらっしゃると思うんですけども、こうあれですよね、アプリで聞く、なんていうんですかね、お話をするツールですよね。もう入ってきていただければ、聞くことも一緒に話すことも。つながれるんですよね。自由自在。はい。で、それでこれの、おしゃべりクラブレディオは結局クラブハウスの、会える版、見える版という形で、ここでその人が見れるんですよね。その通り。はい。実際クラブハウスっていうのはあれですもんね、顔が、インスタとかツイッターではわかるんですけど、実際動く映像とかは顔見れないんですもんね。ないんだよね。ないんだよ。だから今回ここで、ゆきがこうレディオを考えたんですよね。その通りです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日も素敵なゲストさんが2人もいらっしゃってくださってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、あと最後に番組の最後でまた毎回の恒例のプレゼントの告知がありますので、よろしくお願いします。で、実際もう当たってありがとうっていう声いただいてるので、マジ？はい、やっぱり当たる応募した方がいいよって私前回言ったと思うんですけど、本当に当たるんで、ありがとうございます。ありがとう。そう、ミッキーさんが実は当たったということで。嬉しいね。いや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 。はい、ありがとうございます。あと星読みコーナーもありますので、お楽しみにしてください。楽しみにしてます。そしてね、今かかっている曲ですね。はい。今日も東京ジャケンね、スターラビリンス。これで始まりました東京しゃべりクラブレディオ、今日も絶好調で飛ばしていきますよ。はい、飛ばしていってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではね、実はね、今週東京しゃべりクラブレディオってね、2週間に1回なんだけどね、はい、何か近況報告何かありましたか？ですね、私ちょっと今日熊できてない。大丈夫？熊できてない。ね、昨日私家に4家族ぐらい遊びに来てくれて、でホームパーティーやってたんですよ。で前のんべえの相手してひたすら料理を作り続けるっていう罰ゲームみたいなことやってたんですけど、とかっていうのは嘘なんですけど、そうもうすごく朝の1時半2時ぐらいまで飲んで、私が寝たのは3時だったということで、4時間睡眠で。大丈夫かな今日。キューピーコアゴールド飲んで頑張ってます。みんな見てるかな？みんな頑張ってるよ。私頑張ってよ。めっちゃ頑張ってる。はい、ゆっきーは何かあったん？はいはい、ね、今週はね、注目のね、ちょっとクラブハウスに行ってまいりまして、東京しゃべりクラブメンバーのね、青山ひなさんのひなカフェに行ってまいりました。はい、誘われてね、そこで私ゆっきーはですね、見ていただいたところ、なんと宇宙に漂う宇宙人の生まれ変わりだというご診断をいただいて。宇宙人ですよね。そうかな。見るからにピポパポピポパポ。多分宇宙人。私も多分宇宙人って言われてるんで。本当に。仲間じゃん、仲間。仲間。誰に見ていただいたんですか？実はですね、見識ね、見ていただいたのはね、天佑さん。はい、クラブハウスの方ですか？クラブハウスの方でね、根強いファンの方いらっしゃるみたいですよ。私も見てほしい。ぜひね、今日ね、実は見ていただいてるということなので、じゃあ店員さんどこかな、こっちじゃない、私こっちだ、私がここだな、見てください。はい、店員さん見てますかね、ひなちゃんも見てるかいはい、ありがとうございますはいはいね、じゃあ今宇宙人でもよくね、うん、そうやって宇宙から遊びに来てる人とか、うん、ライトワーカーでしたっけ、こう、うん、お仕事しに来てる人とか、はいはい、多分そこら辺にもいっぱい宇宙人いっぱいいるので。そうなの？そうみたいです。いや俺知らなかった。私はなんか遊びに来てる宇宙人、うん、誰エリザ？私ですで宇宙人だったら仲間じゃん。あ、仲間だね、うん、あれでしょ、日本にこう溶け込、うん、あ、地球に溶け込めないでしょ。そう、溶け込めないんだよね。溶け込めないよね。外すんだよね、ちょっとね。そう、うん、なんなんだろう、この違和感って。ずれっとこうずれちそう、でもそれはなんか地球に楽しみに来てるので、はい、いいみたいです。いいね。オッケーです。今日もね、頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、それではですね、はい、お一人目のゲストの方、もうゲストですね。はい、今流行りの脳洗浄セラピスト、はい、ももさんをお呼びしましょう。ももさん、入ってきてください。お願いします。いらっしゃい、いらっしゃい。お願いします。はい、ももさんこんばんは。こんばんは、ありがとう。お願いします。はい、よろしくお願いします。ね、本日はありがとうございます。ね、東京おしゃべりクラブメンバーにね、初期の頃からね、はい、そうですね、ご参加いただいてるんですよ、ももちゃん。初期の頃から、はい、そうなんです。でもなかなかご招待いただけず、あれ、なんかクレームが。ちゃんと呼ばないと。そう、怒られるよね。今日こんな可愛い子呼ばないと。今日はね、一発ね、怒られる覚悟できました。毎回それ言ってる。そう。楽しみにしてます今日。よろしくお願いします。楽しみにしてました。はい。緊張してます？緊張しすぎて眠れませんでしたけど。大丈夫です。ユッキーがいるから大丈夫。はい。お願いしますよ。ね。はい。それでは早速ね、自己紹介と今頑張っていること。教えていただけますか。はい、改めまして脳洗浄セラピストをしております高橋桃と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。今、東京の白金台と埼玉県の大宮で活動しているんですけれども、はい、脳洗浄、名前だけだとかなりインパクトが大きくてちょっと怖いかなってイメージも、はい、あるかと思うんですけど、全然そんなことなくて、はい、エステになるんですけれども、はい、手足とか頭の、ほぐしていって全身のむくみですね、老廃物を流していって自律神経を整えるっていう、もうむしろ眠ってしまうほど気持ちいいエステになります。知ってた。私めっちゃインスタとかでも脳洗浄ってめっちゃ出てくるじゃないですか。でなんかこうね、頭こうサイズがなんか大きくなったり大きいのがちっちゃくなるんですよね。そうなの？そういうことあるの？そうっていう絵があってやってみてほしいって思うけども、なんか実際どんなことをやるんだろうっていうのが結構謎で。教えてほしい。知ってた？いやね、言葉だけは知ってたんだけど実際どうやるのか知らないのよ。ね、知らない方も多いですよね。そうですね。結構むくみ、頭もむくむので非常なお疲れな方だと本当に4センチぐらい頭がサイズが変わって、4センチ、ちなみに私は3センチ変わりました。こんな頭ちっちゃいのまたさらに頭ちっちゃく、ユッキーもちょっとやったほうがいい。いやちょっとねでかすぎたら小さくしてくんねえから。小さくして私もやってほしいんだけど。ちょっとでかすぎだ。実際でもどんな、なんか実例としてどういう効果っていうかなんかあるんですかね。そうですね。一番こう多くお声いただくのが、あんまり寝つきがとか、そうですね。脳洗浄やることによって深く眠りがつけるようになったとか、やっぱ睡眠の質が上がること、やっぱむくみが取れるのでプラスで小顔と頭がちっちゃくなって、小顔にもなるんですか？はい。なので美容がプラスでおまけでついてくるんです。リラックスだけではない。ないんだよ。小顔って言ったらもう女子は絶対やってほしいやつですよね。気になるところだね。すごい。ね、脳もそうやってむくむんですね。そう。それをこうマッサージですか？そうですね。はい、ほぐしてなんていうんですかね、老廃物流してそうですね、小さくなるというか、元の本来の自分に導く。顔もちっちゃくなるけどそれが本来の自分なので、はい、そうか、もともとはそんなんじゃないのに、うんね、ももさんがやってくれることによって全身の状態が良くなってくる、はい、ももちゃんにやってほしいだけじゃん、やってほしいオーラ出てるてか私もやってほしいけどね、やってほしいよ、めちゃめちゃ大宮と、うん、白金台、うん、はいのお店に行けばやってもらえるんですか、はい、お予約はどうやって、予約はインスタグラムから、うん、あ、はい、じゃあインスタグラムはなんていうお名前でやってるんでしたっけ、うん、パラフューズもも埼玉で出てきますので、出てきます、はい、ちょっとね、うん、パラフューズっていうと頭文字、アルファベットどういうスペル、うん、PARAFUSE です、うん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 、はい、でもそれでね、メッセージを送ってくれれば、はい、詳細が知れるということですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、これね YouTube でもね、うん、残るから。こうコマ送りにしてみるとね、今のスペル書けちゃう、ね、書いてくれるかな、多分クロス FM の方多分入れてくれると思います、入れてくれると思うからね、はい、ありがとうございます。はい、いやこれね、うん、もうまだまだね、実際どんな風にやってるんだろう、ね、実際男性はこれ受付は難しいの？あ、そうですね、うんうん、今ちょうど私はちょっと男性は紹介制でやらせていただいてるんですけれども、もう今エステって多分女性のイメージがあると思うんですけど、今農泉寺はすっごい男性に人気で、男性の方が今多いです。そうなんだ、やってみてください、今度教えてください、ね、それ私も行けばいい宇宙人だからさ、何かすごい劇的な変化があるかもしれない。どうする、それで脳みそ大きくなりましたこんな感じでさ、急にパカンなつこう、あいちゃあ、それはないんだよね、ないんだよね、本当の脳をマッサージするわけじゃないからね、はい、ずっとそう思ってたの、実はなんかキューパカンプーって開いて、なんかやられちゃうのかなと思ったんだけど、でも本当に施術が終わった後は、なんか脳みそを本当に洗ったような感じのスッキリ感が、クリアな感じになるので、はい、本当にその感覚は一度でもぜひ味わっていただきたいですね。自分でもできるんですか？セルフで、セルフで、うん、そうですね。これまあ学ばないとできない感じですか？そうですね。やっぱりそのツボとかでやるんですか？あ、一応スクールがあって、はい。やろうかな。いや、いいんじゃないこれ。ぜひぜひ、ね、星読みで脳洗浄しますみたいな。すごいね。最高ですね。幅が広がっていいんじゃない？ね、面白い脳洗浄、そう本当よく出てくるんですよ、うん、最近。うん、ね、気になる。気になるね。うん、これ実はね、この個室かどうかね。こうやっぱりね、セラピーこうやってもらうとさ、はい、なんとなく人目が気になったりするじゃない？これはどんなところでやるの？はい、もう完全個室のプライベートサロンになるので、他のお客様とすれ違うことは一切ないので、安心いただけます。はい。じゃあですね、ちゃんと守られますね。そうですね。あの人来てたよってならない。あ、俺の知り合いだ。お前もか。なんてね、そういうことはないので。大丈夫です。ああ、なるほどなるほど。そっか、ももちゃんこれどのぐらいやってるんですか？何年ぐらい？私はまだ去年の11月からなので、まだ全然ほやほやなんですけど、いやーでもね、お客さんいっぱいついてんじゃない？ありがたいことに毎月通ってくださるお客さんって本当にもう嬉しいですね。なんでやろうと思ったんですか？その脳洗浄って多分その頃ってまだそんなにメジャーじゃなかったと思うんですけども。そうですね、たまたまインスタグラムでなんか美容について調べてたら、頭のこのなんていうんですか、手でサイズをこう合わせたビフォーアフターの、はい、お写真出てきて、なんだろうって気になって、まずは自分がちょっとお客さんとして受けに行って、あ、もうやりたいって、その場でスクール即決して学びに行きました。さすが行動早いね。もうその日に決めました。そういう自分になりたい。ね、でも行動力って本当大事で、こうやっぱりやろうと思った時って結構何かのタイミングだったりするんですけど、それをなんかどうしようかな、こうしようかなって、お金がとかやっぱり時間がっていうね、理由をつけてみんな、あ、やめたとか、あ、やっぱりちょっとあれだなっていう人が多いんですけど、その中であ、もうやろうと思って、そこでちゃんとお金払ってそこで時間作ってっていうのはすごい素晴らしいことだと思います。本当に。ゆきはやか、そうだよ、ちゃんと行動しないと。ぐずぐずしてるからいやいや、もうありがとうございます。いや、今の若い子はすごいですよね、本当ね、やろうと決めて。いや、本当ね、もうやっぱりそれがエネルギー、若さでもあるしね、何かやろうと思ってもね、今エリさん話し合った通り、うん、余計なこと考えちゃうんだよね。そうなんですよ。みんなよくやりたいんだけどって言って、うんうん、結構けどって言った後って絶対、うん、そうそう言い訳なんですよ。はいはい、うん、時間がとか、あとは、まあ、主婦の方だと結構子供がとか、うん、お金がって言いがちなんですけど、はいはい、そう私もねそうだったんですよ。なんかもうやろうって思った時にお金パンって払ったんですけど、それって伸びていくんですよ。なんか多分これからね大注目の本当にね農船場、しかもももちゃんね楽しみですね。そう予約も入ってるってことでね。これ2カ所あるって言ったけど、メインはどっち？メインは大宮になります。大宮ね。はいはいはい。じゃあ予約を取りたいなと思った人は、はい、大宮の方で予約を入れればいいと。あ、はい、うん、ぜひ。あ、なるほど。でもどこでも行くってなんかさっきちょっと聞いたんですけど、出張もやるって。出張もできますので、はい、お問い合わせいただければ。あとはもう地方の方ですと全国にセラピストいますので、お問い合わせいただければ全国のセラピストご紹介できるので、はい、でもももちゃんにやってほしい。そうなんだよね今日ねもう農船場って言ったらね、もう今日はももちゃんがいいっていう方がね多いと思う。農船場はももちゃんです。ももちゃんですよ。お任せください。じゃあ今度ちょっと私本当に予約入れます。ぜひお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。これね、疲労回復、自律神経のね調整とか、まあいろんなねもう本当ねどうしたらいいのかわからない。でもなんかねもう疲れ残ってるんだよなって人多いと思うのよ。こういう人にはもう結構ね効果絶大というかね。そうですね。もう施術開始して本当に 1,2 分でもう寝ちゃいますね。なるほど。皆さんなんか気持ちよくなっちゃうのかな。ね、やっぱりね、こう体の不調って絶対にどこかが来るっていうと、やっぱりここだったり、そうね、ここだったり、全部つながってるんでね、体はね、本当にそうなんですよ。元気な人ってやっぱり全然違いますよね。違う。なんかね、あとわかるよね。なんとなくこの人元気じゃないかなとかね、疲れてるんじゃないかな、もうだんだん分かってくるんじゃない、ももちゃん。わかります。どうですか、ゆきちゃん。かなり疲れですね。お疲れ？はい。まずいねそれね。バレてるね。エリサどう？エリサどう？うん、ちょっと多分昨日の飲み会が聞いちゃったかなって、ちょっとみんな。ちょっとでいいな。でもね。そんなに俺ゆきちゃん疲れてますか？かなり疲れてる。よくないね。まずいね。でも元気に、私初めて会った時よりかなり元気なんだ。じゃあ初めて会った時どんだけひどかったんだ。本当に大丈夫かなって思うぐらい、そうなんかね疲れてたけど、ラジオ始まってからめちゃくちゃ元気になりますよね。もう楽しみだもん。めっちゃ。ですよね。楽しみ。生きがいでしょ。生きがいですもん。ね、輝く女性をね、一人でもより輝かせるためにこのプログラムね始めたわけなんです。もう今よりももっともっと、そしてねクラブメンバーさん同士その枠を超えてね皆さんがつながっていただいて大きく羽ばたいていただきたいというプログラムになってます。本当に今の何回も言うけどな、もう本当今の若い子すごい。行動力とやり始めるタイミングがなんていうのかな、こう今の時代って発信ができるプラス情報も集めやすい。いや本当いいよね。多分私たちの世代ってなかなかこう発信もできないし、情報集めるのも大変な時代だったじゃないですか。だから本当にそうやってね、何か集めて何かをやるっていうのはね、すごい出会いでしたね。そのインスタのこれですよね。そうね、だからもうやっぱりね、でも古今東西ですね、エリザさっき言ってくれた通りね、がとかね、けどとかね、これ多分俺もそうなのよ、けど精神なのよ、なんとかだけけどっていうとこつけちゃう。だからほらね、こんなねもう輝くももちゃんね、これからねどんなことをやっていきたいかとか目標とかってありますか？聞きたいですね。聞きたい。はい。一応私たちのこの団体にもなるんですけど、女性自立支援っていう団体でもありまして、はい、私はちょっと今、こんな世の中でもあるので、まずはちょっと医療従事者、介護職の方に向けてボランティア活動をやりたいと。ボランティアなんですか？はい。ちょっと農船場をショートバージョン。のがあるんですけど、はい、それでボランティアをやりたいなってちょっと落ち着いたらですけど思ってます。いや素晴らしいですね、ボランティアもうねビジョンがちゃんとあるんだね、いや俺もう本当に見習いたい。今あれですよね、フリーで活躍されてるっていう感じなんですよね。はい、そうです。そのうちなんか自分のお店持ちたいなとか、なんか会社にしたいなとかっていうのはあるんですか？ゆくゆくは自分のサロンは持ちたいなと思います。いいね、すごい夢がたくさんね。いやこのね夢を持ってるからこそね、日々頑張れたり、今のね仕事に対しての情熱っていうのが湧くと思うんだよね。どうかな。もうね、ここ大事だよね。そうですね。なんかお金をね得るために確かに仕事はあるんだけれど、その先のね見据えたこの情熱、希望ね、このビジョンっていうのがあるってことはね、やっぱり今の仕事がねより頑張れるよね。そうですね。はい。そう、ももちゃんから実はそれ伝わってるのよ。伝わってる。てかね、もう顔見てて癒される。やられてないのに、なんだろうこの癒しパワーみたいなのをちょっとこの本当に何越し？ね、ガラスじゃない、なんかプラスチック越しにそう癒しパワーを感じてしまうのがすごい嬉しい。送ってますパワーを。本当ですか？多分手からなんか出てそうですね。それこそね。そうだね。出てそう出てそう。本当。そうか。でも本当ね、今日お会いできたこと本当にね嬉しく思ってます。いやいやこちらこそありがとうございます。よく見つけましたね。いや本当です。クラブハウスでももうひときわね輝いてましたね。もう皆さん輝いてるんですよ。でもひときわ輝いてました。嬉しいです。初期から。もう初期の頃。何月頃だっけ？もう半年以上前ですよね。そうね、4月。でも本当に始まったぐらい。本当にはい。ただ呼んでいただけなかった。結構根に持ってますね、根に持ってます。いやね、でもこの前先日ねルーム開催させていただいて。ね、本当に頑張ってるなっていうことをね今お話しいただいた先のビジョンちゃんと見ている、ね、お客様をね大切にしてるんだろうなっていうのも伝わってきましたよ。嬉しい、ありがとうございます。ね、どんな何かあります？お客さんに対してのこうどんな思いでね接してるかっていうのありますか？どんな思いなんでしょう。考えるっていうより、もう触れてその人を感じて、なんだろう、そうですね。むしろ無でやってますね。ああ、ね。はい。何やってたかバレちゃうんです。私なんかやられたら多分昨日飲んでたなみたいな。寝不足だなとか。もう無の人には勝てないよ。ね、全部ね続けになっちゃうからね。もう触れるだけで泣いちゃう方もいるので。そうなんだ。じゃあ宇宙人かも。そんな匂いするよね、宇宙人のね。多分ね宇宙人って宇宙人呼ぶらしいんですよ。あ、本当？なんか仲間になりやすい。仲間かもしれない。ピポパポピポパポ。なんかね宇宙語ありますよね。いやねももちゃんでもこれからもねぜひクラブハウスね東京おしゃべりクラブの方もね盛り上げていってくださいよ。はい、よろしくお願いします。盛り上げてください。若く輝くね素晴らしい女性です。頑張ってる人が猫ってやっぱりいると、私もああなりたいなって、そう、うちの娘もよくこのおしゃべりクラブ見て、なんかあの子可愛かった、ああいうふうになりたいってうちの娘も言ってるので、そういうふうにね、いやももちゃんみたいなね、目標設定ももちゃんしたくなっちゃうよ、なりますね。ありがとうございます。本当素晴らしいですね。ももちゃん何かこうねせっかくね今日ラジオ出ていただいたんで、何か伝えたいことっていうのはありますか？例えば今日見ていただける方とか誰か今日見るよって言ってくれた人います？誰か？あ、家族が家族の方にぜひぜひメッセージお願いしますよ。ね、はい。ちょっとコロナでなかなか会えてないけど、はい落ち着いたら会いに行くので。待っててください。ああ嬉しいと思うよ、嬉しいと思うよ。これYouTube に載るんでちゃんと残るんで。はい。ね。永久保存版です。じゃあお父様お母様はまあちょっとね離れたところに。そうですね。はい。あじゃあ一人でねもう生活しながら今のねこの道を切り開いて頑張っていこうと。いや俺はね。できなかったな、若い頃は。そうなんですか。うん、若い頃も結構ダラダラしてたんでね。ずっとサラリーマンでした。うん、そう、けど成人だから。だけど、これやりたいんだけど。だけどっていうね、理由つけるやつね。そう、だからもう素晴らしい。ぜひぜひ、やっぱりね、思い立った時がね、一番やっちゃった方がいいんですよ。そうね。はい。多分ね、今日のお話を聞いてね、よし、自分もっていう人増えたと思う。うん、ももちゃんから相当ね、パワーいただいたと思うんでね、もらえた人も多いと思うの。嬉しいですね、本当に。これからもね、輝く女性ね、女性を応援するクラブの代表としてね。代表として。よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。はい。今日早いですね。もうあっという間にね、時間経っちゃうんですよ。30分ぐらい経っちゃうんですね。早っ。早いのね。早い。あれ？今日は？はい。ね、あれだよ、ももちゃん、またぜひね、スタジオにも来てよ。はい。ね、そしてクラブハウスでもね、まだ今のところね、定期配信じゃなくてね、不定期なんだけどね、またお話しようね。次また呼んでって、メッセージ送ると多分ユキね、声的にやってるわけじゃないと思う。私もよくあれですもん、なんか全然もうあれ私何なのかなって思うぐらいの時もあるんで、そうなんでね、安心感があるんです。エリザにしてもね、ももちゃんにしても安心感があるんで。めっちゃ言い訳してます。そうですよ。ユキはね、ね、悪気があってやってないんで。そう、また誘ってって言えば多分誘ってくれると思うんで、ぜひルーム開いてください。またお話しましょう。よろしくお願いします。今日はね、本当ありがとうございます。ありがとうございました。はい、またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ次は。はい、いよいよですね。あれ、今日はなんかすごい、なんか私さっきありがとうございます。お疲れ様です。なんかすごい衣装のあれですよね。今吹き出しちゃったよ。もう多分男性軍多分鼻血出さないように気をつけてくださいっていうぐらいの。そうです。本当にすごいです。ちょっとティッシュペーパー挟んどいてくださいぐらいの感じですね。ユッキーもさっきうんってなってましたね。そう。呼んじゃっていいのかな。大丈夫なのか。大丈夫かな。大丈夫。鼻血出さないようにティッシュないからね、ここね。はい。じゃあ紹介してください。お願いします。はい。それではお待ちしておりました。はい。ルミちゃん。いらっしゃい、ルミちゃん。ありがとうございます。うわ、すごい。ルミちゃん、すごくないですか、これ。いや。これ大丈夫なのかな。大丈夫かな。どうぞどうぞ。ね、実を言うと、ルミちゃんはポールダンサー。そうです、ポールダンサーです。知ってますかね、皆さんね。はい、ではご紹介を。はい。お待ちしておりました。もうめちゃめちゃすごい衣装でね、今日来ていただいて。目のやり場に困る。いや、困る。めっちゃ見てます。ね。めちゃあんまり見すぎない。いやー、もう目が釘付けってこのことだね。目線が。ね。っていうかスタイルがめちゃくちゃいいんですよ。ね。このくびれ何？結婚ねしか出てこない。っていうか紹介がどんどん遅れるっていうね、こう私たちが興奮しちゃってダメです。すみません。今日はね、日本縦断ね、大移動で来ていただいたというルミちゃん。はい。ね。もうなんだろう。もうね、もう汗がね止まらない。ね、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それではね、ルミちゃん、自己紹介の方をいただけると嬉しいです。はい、今日はこんな格好をしてるんですけど、最近なんか何をしてる人かわからないって。わからない、一瞬だもんこれね。初めて見た人。何をしてるかわからない。わからないって言われてるんですけど、一応エステサロンを大阪市でやってるんですよ。でも最近こんなことになってるので、どれが本業かわからないって言われて。なるほどね。はい。そうです。エステサロンを経営されてるんですね。そうですよね。綺麗なんですよ。もうボディラインとね、目のやり場に困っちゃう。私大阪まで行こうかなって。ぜひ出張の際はちょっと行って首で作ってきてもらおうかな。最高だよね。ぜひね、そうクラブハウスね、ルミちゃんとねユッキーちゃんやってるんですよね。やってますよね。やってるの。あれポールダンスのお名前なんでしたっけ？なんちゃらポールダンス。チャームザポールダンス。可愛いポールダンスっていうね。そうです。どんな話してるんですか？だからね、うん、ポールダンスの話、うん、技とか、うん、いろんなことを話すんですけど、うんうんうん、だって技話しても分からなくないですか、ユッキー。ユッキー分かってんの？技に飛びつくみたいな。まあ聞いてますよ、聞いてますよ。知ってんの？まあ、どんな技？一応なんかこう逆さまになったりこう裏下がったり。そうそうそう。どんなことやるの？なんてね聞いてんだよね。毎回ね。想像しながらね。想像しながら。じゃあ真面目な話から、はい、ふざけた話から、もう全然関係ない話からって感じ。なんかね他のルームのなんか喋り方とユッキーいつも違うんですよ。違うんですか？どういうこと？あ、でも聞いたことがある、なんかおとなしい、喋らないみたいなこと聞いたことありますね。そうなんですよ。あ、そう。どことどこが違う？なんかこう真面目に質問してる人と。ちょっとすいません、クラブハウスでめちゃくちゃ有名なオーラママ知ってます？知ってますよ。オーラママがママさっきそう来てくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。カメラ外に向けられます。いやー嬉しいですね、嬉しいですね。ありがとうございます。ごめんな、映ってるよ、ほらオーラママ映ってる。あー映ってますよ、ありがとうございます。そう、クラブハウスでめちゃくちゃ有名な方なんですけど、もう最初なんかこじんまりとやってたんですけど、なんかもう何百人って集まるぐらいのもう超人気者。そう、みんな女性がねいじってほしくて、こういじめてもらいたくて、みんなこぞっていくルームの長です。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、いきなり振っちゃいました。嬉しいね、突然多分見てる人、そう、絶対興奮してると思う。嬉しいね、これ。ごめんなさい、ルミさん、ごめんなさい、途中で話して全然びっくりしました。後で最後、入ってきてください。ぜひぜひ、お願いしますよ。お願いします。ありがとうございます。ごめんなさい。ルミさん、ちょっと興奮しちゃった。ね、なんだっけ？はい、ポールダンスね。あ、じゃない、クラブハウスだ。あ、クラブハウス。ごめん大丈夫。めっちゃ興奮しちゃった。興奮しちゃったね。いやね、話し方が違うっていう。あ、そう。話が違うかな。なんか喋らないって聞きましたよ。私全然。なんかこう普段の言うのが主みたいな。あ、ね、喋るのが苦手なんで。嘘ばっかり。いやいや、もっと他のルームで喋んないんですよ。そうなんだ、やっぱり。あんまり喋らないんですよ。でも私の時は全然違うと思って、一緒にねルームを開いてるんですよね。じゃあちょっと今度行かせてもらいます。ちょっと今度通知ください。あ、わかりました。いつも通知くれないからわかんない。日曜日ね、17時から18時。17時から18時。ね、隔週です。チャームザポールダンスとルミちゃんとユキちゃんの2人トークね。行かせていただきます。ぜひよろしくお願いします。ぜひ来てください。今日はね、もうこの衣装からね、相当気になってる人がいると思うのね。みんなちょっとオーラママもすごいやばいでしょ、この格好どう？よだれ出てる、よだれ出てる。絶対ね、このね、ポールダンスをやっている中で何かエピソード一つ二つお聞きしたいですね。聞きたいですね。ポールダンスですね。なんで始めたかも聞きたい。そう、聞きたい。だってエステシャンだったわけでしょ？そうなんですよ。エステシャンからなぜこうポールダンスの魅力になんかね、誘われたんですよ、初めは。その全くする気もなくて、誘われてする気もなく体験して、そしたら全然やる気ないのに発表会に出さされたイベントとかショーとかにも無理やり出さされた。それをやってるうちにこんな格好をしたりいろんな格好をするから、なんかやろうって楽しくなってきて、それでやりだした。なるほど。エピソードはポールダンスエピソードなんかあります？面白い話。エピソードは大阪でしかやってないんですけど、もう前はホストクラブとかゲーバーとかで200人とか150人とか、そう40歳以上しか出れないポールダンスショーなのに行列ができるぐらい、なんかすごいんですよ。集まっちゃったの、そんなに？集まるんですよ。すごい。40以上ですよ。すごい世界ですよね。いるんだよ、知っててね。これは行かなきゃって。今もやってます、ちょこちょこ。少人数で。この格好ができるのは本当スタイルが良くなきゃ。私ちょっとさすがにまだ見せれないので、ちょっとエステに通おうかなと思ってます。いや、誘ってあげてくださいよ。誘ってあげてください。ね、エリサさんもやりましょう。そう、エリサさん。これで来なきゃいけない。気がついたらね。来た時にあれ毎回。そうあれエリサさんどうしちゃったんですかっていうね、気がついたら。そっちって。エリサポールダンス。ね、いいかもしれないね。でもそういう魅力にね、こうハマるっていうのが羨ましい。そういうものがあるな。エステってどういうことをやってるんでしたっけ？エステはもう肌質改善とダイエット、脱毛と脱毛、はい、トータルではい全部やってます。全身やってるんですね。全身やってます。やってほしい。はい、これね、お店どちらでやってるんですか？大阪市内です。あ、大阪。ここでは言わない方がいいんですか？お店の名前は。あ、言っていいです。アピールした方が多分。ガーンとアピールしてください。YouTube にもちゃんと残ってね。ガーンと言ってください。宣伝してください。ローカルなんですけど、ガモ4丁目っていうガモ4って言われてるところで、知ってる人もいた。ガモ4。しちゃいますよ。ガモ4でエステティックサロンルナです。ルナをやってます。ルナさん、はい、ルナっていうお店ですね、サロンですよね。はい、そう、ね、大阪なんですもんね。大阪なんですよ。今日なんかね、スーツケース持って。そうそう。今日浦さんも大阪だから。あ、なるほど。いや、こう東京なんですけどね。東京なんですけどね。今日はもう体操もしてきましたしね。よく。なんか京都でここから体操やってきました。それ誰がメインでやってるあれでしたっけ？あ、副代表です。ああ、マサイさん。東京おしゃべりクラブのね。副代表の正井さん、あ、そちらにも参加してから京都から来ました。っていうかアクティブすぎるっていうね。すごいね。うん、でもそのために来てくれたんですよ、今日も。ゆきのために。嬉しいな。初めて見てどうでした？それ聞いちゃうの？そのままです。あ、そのまま。ままだった。ありがとうございます。嬉しい。いやね、本当ですね。エステとね、ポールダンスと二刀流、まあ今二刀流流行ってますけど、流行ってますね。もう昼間はね、せっせとエステ、そうですね、エステやってます。夜になるとね、こうシュルルルルルとこうね、ポールをこうやってるとこ見たい。見たいよね、見れないこれ。でも私インスタでちょっと見てますけど、見てます。すごい形してますよね、なんかね。すごいですよね。あざとかできないんですか？できます。やっぱできますよね。あざだらけになります。本当。で、技のなんか名前とかですか？これは難しいとか、やっぱり難易度とかもあるんですよね。あります、あります。ありますね。何年目？初めて何年目ぐらいですか？まだ4年ぐらいです。あ、でも4年やってる、すごいわ。すごいわ。ねえ。いや、あんまりやってませんみたいなノリだったけど、4年って結構ベテランじゃないですか。結構サボったりするんで。あ、それは人間だからね。でも4年やったらもうね、すごいですよ。多分プロですね。そう、4年なかなか続かないよ。本当に好きじゃないとね。もうね、ちゃんとやっとかないと。ね、すごいな、本当すごい世界。すごい。ね、ポールダンスのそのね、なんか必殺技とかさ、なんかあるの、ムーンサルトとかさ、なんかそういう名前とか。詳しいじゃん。わかんない。よく知ってるね。な感じないの。落ちてきて挟みます。それなんていう名前なんですか？技の名前はないけど、あー、なるほど、上から落ちてくるんですよ。はい、挟むんですよ。何で挟むんですか？何で挟むんですか？上から、丸美ちゃん怒ってるでしょ？そう、ももで挟みます。どうか、首ちょっと待って、首をぐっと足で挟んじゃう。そう。大丈夫なのそれ？大丈夫ですよ。嬉しいよね、ある意味ね。嬉しがる人もいるよね。でもあれはでも何もあれですもんね。手と本当にその摩擦で収まってるだけなんですよね、結局ね。足の摩擦ですよね。絶対すごいね。だって上から落ちるスピードがあるでしょ。でガンとここで止まるわけ。止まってガンと挟む。足でこう。これ名前つけちゃいましょうよ今日。なんて名前つけるんですかね。どうですか、名前ない。なんかないかな。ユキつけてください。ユキ、名前なんでもつけない。今ね、自分で振っといてブーメランのように今帰ってきましたよ。ね、無茶ぶりして自分で帰ってくるね。ちょっとね、じっくり考えておきましょう、これね。宿題ということで。いや、すごいな、これね。やっぱりこれね、さっき言った通りね、たくさんの人が来られる。チケットなんかもさ、もう売り切れちゃうっていう。本当。そうなんですよ。売り切れちゃうんですね。売り切れるんです。すごい。もう入れないかな。どのくらいで売り切れちゃうのこれ？すぐ売り切れますね。すぐ。はい。もう時間じゃないんだね。もうすぐって感じだね。1秒よりも短いかもしれないよ。近々ね、なんかイベントあるんだったら宣伝してってください。そうですね。近々ね。あるんですか？12月11日。12月11日。何曜日かな？わかります？土曜日。あ、土曜日です。今度はね、昭和ナイト。昭和の曲で。みんなが踊るっていう、じゃないですか。もう絶対ドンピシャじゃないですか。私もだ。私も昭和だ。ちょっと平成ぶったけどダメでしたね。ドンと昭和でした。昭和ね。それね、12月にやるんだ。もうチケットまだ売り出してないのかな。チケットもう売ってます。もうあともうちょっと大阪です。大阪でやるんですかね。もう残り少ないと。もうあと10人ぐらい。やばいな。じゃないですか。ちょっと内緒にしとこう。ほら行かないと行かない。売り切れちゃうといけないからちょっと内緒にしとこう。でも宣伝してください。はい。でチケット欲しい人はどうやって取ったらいいの？DM で。DM ね。ルミちゃんの DM、インスタとか。インスタとか。はい。ルミルナの。ルミルナさんで検索していただいて、でそこからメッセージを送っていただけるとルミさんのポールダンスが見れるということで、見たい。見てください。どうしよう、なんかやりたいことがいっぱいじゃん。いっぱいやりたい。本当だよ。物の洗浄もやりたいし、ポールダンスも見たいし、エステもやってほしいし、どうしよう忙しい。ね。竹縄ではございますが、そうこうしているとですね、いよいよエリザのコーナー、そうね、時間的にこう見てたらもうね、星読みコーナーどんな星を持ってるか気になりませんか？めっちゃ気になる、すっごい気になる。ね、ルミちゃんね。でももう見ての通り、もう今日だって大阪から京都行って、京都で何かを運動して、でそこから東京に来てるってことはもう本当行動力の鬼みたいな星を持ってるんですよ。アクティブだね。アクティブ。もうなんか思ったら即行動みたいなとこありません？はい。ドンピシャですよね。あとはね、こう人に合わせてこの場その場で多分ね顔を変えられる方なんですよ。すごい。そんなとこありませんか？怖いですよね。怖いがね、ちゃんとそのなんか TPO に合わせられるっていうか、こうこの場の時はこういう顔にしておこうっていうのがちゃんとできちゃう。ゆきずっとこのままでしょ？このまま変わらない。変わらない。お願いしますみたいな。よろしくみたいな。いえいえみたいな。そこが多分すごく上手い方。あとはね、あれだよ。今年から多分めちゃくちゃ右肩上がりなんですよ。3年間めちゃくちゃ良くなっていく。で今年上がってってません？どんどんいいことが入ってきませんか？多いですね、いいこと。ですよね。その波に乗っていただきたいっていう感じですね。いや嬉しい。要はなんていうのかな、こういい時期にね、こう例えばいいことありますよってこの3年間いいですよって言ったとしても、たまにいらっしゃるんですけど、家でテレビに見て何もやらない、いいことを待っちゃうっていう人っていうのは結局何も起きないんですよ。だからいい時期だからこそ何かにチャレンジするとか、何かを始めるとかで、そういう風にしていただくと、追い風がどんどん吹いてくるので、この3年間はもうやりたかったことをどんどんやっちゃってください。はい、頑張ります。やっちゃってくださいよ。ね。あとね、コツコツ努力する人。それはね、誰も勝てないよね。コツコツやる人はね、伸びるよね。伸びる。伸びますか？多分何もやってないって言いながらちゃんとね努力かけてやってるタイプ。テスト勉強やってませんで、やってないって言いながら実はちゃんとやってるタイプ。いや勉強はやってないかな。勉強やってない。ね、そういう感じの星が見える。でもあと真面目ですね。真面目かな。だから多分そうやってね傾向をちゃんとできるんだと思うんですけども。美容は好きなのでね、もう今その業界みたいなね入ってるんですけど、団体にエステティックグランプリっていうね協会に入ってるんですけど、それ紹介してくださいよ。はい、エステティシャンを輝かすっていう団体なんですね。でエステ業界も良くするっていう団体なんですけど、ボランティアで皆さん動いてるんですよ。ボランティアで。だからすごいそういうのをやっていきたいのもありますね。いいですね。なんかみんなそういう何かやっぱりね目指すものがあって、そういう方向でもね、今日もねいろんな方にこう説明して来ていただいてる方もいるんじゃないですか。ね、いらっしゃってます。はい。いるかな。遠くで行ってたりとか。あとね、こう学びの星、やっぱりね、勉強が好きなんですよ。なんかその勉強って多分そのマニアックな勉強っていうんですか。例えばそのエステのそのなんていうのかな、よくわかる皮膚なんちゃら学とかっていう、そういう体の解剖とかやりますよね、エステさん。そういうのの多分勉強をガって多分突き詰めてやるのが多分好きなはず。好きじゃないですか？あれ好きかも。ですよね。はい。めっちゃ持ってるんで。いやないって言われた私今どうしようかなと思って。いやでも絶対好きですね。こうなんか好きなことに関してグラッてやるタイプ。好きなじゃないことはどうでもいいかもしれないけど、好きなことに関してはってやる。なるほど、ね、今後のルミさんも楽しみ、ね、このまま美貌を保ってスタイルと頑張ります。目のやり場に困っちゃってね多分ね、外の方もね、なんでいる、多分見てるだけの、遠くで見てる人もいるかもしれないですよ。普通に見てるつもりがさなんかこう目が泳いじゃうのね。私もちょっともうめっちゃいいポジションですからね。今日だってユッキーがこの格好で出てくださいって言った。あ、ユッキーが言ったの？ちょっと確認しますね。これ言っちゃうのね。いいですよ、ありです、ありです。もう生放送はね、もうそれが醍醐味です。ね、もうこれは多分永久保存版に。あと言いました。はい、そのねスタイルで出ていただきたいと。いうことをね言いました。はい。はい、あっという間にね、もう時間も経ってくるんですけど。あと5分で終わり？そうなんですよ、早いですね。ね。そろそろね。はい。今週も例のあれです。例のあれ？プレゼントのお知らせね、お願いしたいと思います。あれですよね、プレゼントね、プレゼントね、はい、レッドブルージャパンさんより6巻セットを2名様にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はお名前、ご住所、お電話番号を添えて渋谷クロス FM 東京おしゃべりクラブレディオレッドブルプレゼント係までご応募ください。はい、いや素晴らしいプレゼント方がいらっしゃるんですね。エステティックグランプリの美人が紹介してくださいよ。どちらの誰様ですか？どちらの誰様？エステティックグランプリ協会の一緒に活動しているボランティアの活動している方が応援に来てくれました。なんという方ですか？しほちゃん、ゲムさん、すごいめっちゃ綺麗な方が外に。お名前ね、はっきりもう読み上げちゃってください。はい、誰さんですか？しほちゃん、はい、ゲムさん、はい、これ YouTube 残りますからね。すごい綺麗な方、残りますよ。めっちゃ美人。いやー、今日は応援のね、あ、ちょっとこれだけ言ってない、やばい、個人情報の話、ちょっといいですか？個人情報のプレゼント以外は、目的以外には使用いたしません。当選者は発送を持って返させていただきます。で、宛先をテロップ出していただけるかな、こちらですって感じになると思いますので、お願いします。あと、番組内で、お便り、あなたのお手紙をお呼びすることもできますので、メッセージもお待ちしてます。てかね、そこになんかもういるんですよ。あとね、今日ね、エンディングでかかってる曲、これ男性バンド、コスロイドの Make My Music。これもね、大好きな歌ですよ。ね、皆さん。理事長来てくれました。理事長、すごい。緑理事長、遠藤さんも。ありがたいですね。今日すごいいっぱい来てくれて嬉しいです。そこにいるし、ちょっとオーラママも入れちゃいますね。みんな入ってきて。ちょっとこっち入ってきてよ。オーラママも入っちゃっていいよ。はい、入ってきて。みんな入ってきたらどう？みんな入って大丈夫なんですか？大丈夫。すごい。はい、入ってきて。オーラママ。すごいオーラママです。こんばんは。よろしくお願いします。オーラママのね、あと2分なんで、2分でほら、オーラママ、ちょっとオーラママ宣伝したらどうですか？クラブハウスからの、本当にクラブハウスで、オーラスナックオーラっていうのを作ってたんですけど、本物のスナックオーラができちゃったんですよね。ありがとうございます。どうぞどうぞ中に入って。はい、あとね、皆さん2分しかないんですが、最後にね、これちょっと今レクチャーするんで聞いてくださいね。自分が東京と言った後に皆さんでおしゃべりクラブと同心に書いていただく。その後に3、2、1、0と言いますからねーとみんなで伸ばしていただきます。大丈夫かな？できるかな？みんなちゃんと映ってる。これね YouTube 残りますからね。残りますよ。はい。行きますよ。皆さん。じゃあ行きます。緊張しないで早くほら。ちょっとハーハーしちゃって。はい、行きますよ。東京。おしゃべりクラブ。3、2、1、0。ね。かわいい。大変よくできました。はい、ありがとうございます。皆さんの思い出に残れば光栄です。おっと、ここまでしか伸びねえぞ。ちょっとこの盛り上がりすごいですね。最高。東京しゃべりクラブ、皆さんよろしくお願いします、これからもよろしくお願いします。まだね時間あるからね。はい、ありがとうございます、第1第3日曜日は東京しゃべりクラブね、レディオやってますからね。あとあれですよね、大事なのが来週、再来週はなくて隔週なんですけども、次が11月の7日です。7日の日曜日になりますので、31日はありません。なので間違えてこないようにね。はい、10秒前みんなほら終わっちゃうよ。9、8、7、6、5、